辰巳高太郎は日本の政治家、ラジオパーソナリティ、映画評論家、日本共産党中央委員で前参議院議員、共産党の将来を担うエースと期待されている。通常、辰巳高太郎表記を用いる。留学では映像を学んだ大阪府大阪市西淀川区出身。高太郎の校は父親が江戸時代初期に活躍した儒学者。 中江当時の著書、公共啓蒙にちなんで名付けたという。大阪府立北の高等学校卒業後、やりたいことを探して単身アメリカ合衆国へ渡る。テネシー州のカーソン・ニューマン大学を経て、マサチューセッツ州ボストンのエマーソン大学映画学科に、編入し卒業。帰国後映像を制作会社に入るが、国際連合ボランティアで、コスボに赴任していた兄の求めに応じ。 コスボ高校生の日本昇平プロジェクト事務局長につく。2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件の後、アメリカ軍がアフガニスタンへの攻撃を開始したのを見て、憎しみは新たな憎しみしか生まないと考え、日本共産党の戦争に反対し、平和の構築を訴えるスローガンに惹かれ、2002年に入党。大阪市此花区の市民団体。 この花生活と健康を守る会生活相談所長として多数の生活相談を受け負い市民の生活実態を知る傍ら2003年2007年2011年の大阪府議会議員選挙に立候補したがいずれも落選その頃すでに大阪市会議員となっていた清水忠をラジオパーソナリティとして再発掘したラジオ番組制作会社 ミッションブロードバンドの社長に認められ、ラジオ派遣村に清水に代わって出演したことをきっかけに、ラジオ会進出。2012から2013年、同局の映画紹介番組、ラジオシネマタッチミー、高太郎で、シネマナビゲーターの肩書きを用ち映画解説者を、務める。2013年の第23回参議院議員、通常選挙で、自民と対決、維新に、 通打をスローガンに掲げ、大阪府選挙区から初当選した。大阪選挙区での共産党候補の当選は、1998年の参院選、以来15年ぶり。2014年の日本共産党、第26回大会で準中央委員に選出。2017年の日本共産党、第27回大会で中央委員に選出、第1回中央委員会総会で、 常任幹部会委員に選ばれる。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙でも大阪府選挙区から出馬したが、立憲民主党から出馬し、同じく、党の将来を担うと期待された弁護士の亀井氏、智子と二人で得票を、奪い合う、潰し合った、結果、時点で落選した。小学時代は水泳と野球を経験。中学及び、高校時代は、 ラグビー部に所属。北野高校ラグビー部では、大阪維新の会代表など務めた、橋本徹のな学年後輩にあたる。子供の頃から映画好きで、現在も映画鑑賞が趣味。好きな映画は、ゴッドファーザー1、バックトゥザフューチャー、パルプフィクション。DVD 鑑賞ではなく、映画館に行きポップコーンとコーラを飲食しながら、鑑賞するのが、お気に入りのスタイルで、 いつかは自分で撮りたいと思っている。また、格闘技観戦の趣味もある。米国留学中、長距離バスを利用し大陸横断旅行に出る。帰国後もバックパッカーとしてアジアヨーロッパを巡った。ラジオパーソナリティとしては、清水正と同様丁寧な共通語を、京阪式アクセントで話す。また、英語は都米語習得したものであるという。父は、 大阪市会議員を務めた辰巳正夫。妻との間に、かずめ、次男。ありがとうございます。